県病院企業団は、抗金6万円を着服した有川医療センターの44歳の係長を、今日付けで懲戒免職処分にしました。上後藤病院付属診療所有川医療センターの総務維持、大瀬良昭雄係長は、先月5日に休日出勤した際、事務室の金庫に、 主に両替用として保管している小口現金6万円を着服しました当時事務室には係長以外いませんでした翌日、自ら取りましたと上司に伝え発覚県病院企業団の聞き取りに対し6万円はパチンコに使った仕事などでむしゃくしゃしていてパチンコをすればスカッとすると思ったと話しています県病院企業団は 刑事告訴の準備を進めるとともに再発防止に向け最大限努力するとしています。